しているところぜひ今一度教えてください。そうですね、カシメルのコンディション、そこはやはり1ラウンド目でよく見たいですね。はい、さあ岩瀬さんはどうでしょうか。はい、前回の京口選手の試合がメインだと思ってます。まあそうですね、あれだけの戦いを見せられると、はい、さあメインイベントはもちろんそれに匹敵するものを見せなくてはいけない両者、ジョン・リエル・カシメロ VS サウル・チャンス・サンチェス、10回戦が始まりました。まずは第1ラウンド、まあカシメロのコンディションも心配されるんですけれども、さあおお、いきなりいった、グラついた、あっとしかし右を入れた、あっ手をついたか、手をついたか、どうだ、ダウンか、ダウンです。チェスもいいカウントあったんですけどね、カシャトに、いやさすがカシベロ、攻撃力ありますね。いきなりだ、まだ30秒経っていません。まずはダウンを奪ったのはジョン・リエル・カシベロ、まあなんとかちょっと手を思わずついてしまったというようなことになりましたサンチェス。ただカシベロはかなりかかっています。サンチェスの方はランキング、世界ランキング入りはしているんですけれども、こちらはバンタム級でのランキング入りということで、まあ、階級で言いますと岩瀬さん重いんですよね。このあたりはまたこちらのコンディションもどうかというのが気になります。いやしかしカシメロの方はキレありますね。やはり序盤強いですね、カシメロ。いきなりダウンが奪われました。まあただそこからサンチェスの方もいいパンチを返しました。ちょっとこれは目が離せません。ナイスジャブ、ここで左フック、これサンチェスでこれ得意なんですよ、もうためを作らずに左フックうまく打ち込めるんですよね、今度はボディに打ち込んでいくカシメロ、少しフェイントを入れました。サンチェスそこに対して右側、おーサンチェスも返した、あ左、カシメロの左が火を吹いた、2度目のダウン、サンチェス立ち上がるか、うなずいた、立ち上がりました、ね、残りは1分、さあカシメロが来るか、仕留めに来る、サンチェスしのげるか、ポーセ一方か、いや返す、いいですね、返せる、そこに打ち込んでいくサンチェス、いやカシメロ、カシメロが集めていく、左が入った、ちょっとサンチェス力ないですね、ここタイミング合ってますね、左フック右から、残りは40秒、少し落ち着くか、いやまだ効いている、まだ効いている、今のクリンチャーサンチェスうまかったですね。2度目のダウンは思い切り効かされました。残りは30秒、左を返した、合わせにいってますね、カシメロがまた来た、このラウンドどうでしょう、しのげるか、あ止めた、終わった、そして余裕のワンハンドプッシュアップ、リング上はお祭り騒ぎ、ジョン・リエル・カシメロ1ラウンドテクニカルノックアウト。いやーまずは岩瀬さん、はい、あっという間に終わってしまいました。そうですね、クソ無駄くそ悪い